族に合わせた食事メニューだともうなかなか痩せない。ここ数年、痩せてもすぐにリバウンド。更年期に入ってなかなか痩せなくなったなんてことないですか？このままだと嫌ですよね。一日も早くダイエット卒業していきましょうね。マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。ダイエットなかなかできない、続かない、そんなお気持ちよくわかります。そこでこの動画ではマイナス10キロ痩せた私が実践している朝一杯飲むだけで痩せる神ドリンクレシピがわかるんです。ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。朝一杯飲むだけで痩せる神ドリンクラテのレシピについてお話します。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこの神ドリンクのレシピで痩せることができるのでしょうか、その理由と、2つ目、朝一杯飲むだけで痩せる神ドリンクラテについて詳しくお伝えします。では1つ目の項目です。なぜこの神ドリンクレシピで痩せることができるのか、その痩せるポイントが3つあります。1つ目はあなたの腸内環境が整うからなんですね。とっても大事ですよ。もう腸が不調だともういいことないです。もう太るし心の病気にもなったり、イライラとかもう本当にね、もう良くないことばっかりなんですね。では逆にあなたの腸が整えばまず健康になる、そして結果スルスルと綺麗に痩せていくわけです。そこを無視してダイエットいくら頑張ったって根本的な取り組みが間違ってますが痩せません。たとえ痩せたとしても絶対元に戻りますよ。なのでどうすればよいかというと、あなたの腸内細菌の種類をデブ菌と言われる悪玉菌から痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちをね、とってもとってもやっぱりね、増やしてあげて仲良くなる必要があるわけですね。その時にこの後ほどお伝えする神ドリンク飲まれますと、そう、痩せ菌を増やすことができますから、ぜひ最後までご覧ください。では痩せるポイント2つ目は、あなたの代謝がアップします。いかがですか？やはりね、年々年を重ねるともうどんどん代謝が落ちてきてますよね。例えばちょっと前だったら少し運動したらよかった、少し食事を減らせばすぐに痩せてたのに、全く変わらないどころか年々確実に体重が増えてきたってことないですか？で、頑張るんだけれども結果が出ないので、もうね、やだって、もうダイエットやめようかなってやっぱりね、挫折する方が多いんですね。でも大丈夫ですよ。しっかりあなたの腸内環境が整って、また代謝を上げるものを食べてあげる、飲んであげる、こういったことをしてあげるとですね、年々落ちていく代謝をやはり上げていくことができますから、ぜひ取り組んでいきましょう。では3つ目の痩せるポイントはこちら、デトックスができるからなんですね。もういくらですね、いいものを入れてって気をつけてあげたとしても、もともと中に悪いものが溜まってるままだと効果は出ません。何でもそうですよね。やっぱり断捨離してちゃんと空間ができたらいいものが入るっていう、それと同じです。まずは大掃除です。なのでこの神ドリンクラテを飲まれますと、体の余計な老廃物とか溜め込んでしまった脂肪をもどんどん燃やして流す、そして新しい良いものが入るという、こういったね、良いサイクルを作っていきましょう。では2つ目の項目です。朝一杯飲むだけで痩せる神ドリンクラテということで、今からその材料たちが持つ痩せる効果、そして材料作り方お伝えして終わっていきますね。まず1つ目の材料は無調整豆乳を使います。ものすごくね、特に女性にとっては嬉しい痩せ食材なんですね。まずは大豆製品ですから植物性のタンパク質が豊富、しかも女性にとっては嬉しいコレステロールゼロ、女性ホルモンに似た働きをするイソフラボンも豊富なので、代謝が上がったりコレステロール値を抑えてくれたり脂肪燃焼効果がアップしたり、そういった効果を得ることができるんですね。また血糖値の急上昇を抑えてくれる効果もあるので、脂肪を溜め込みにくくしてくれるんです。またここでポイントは無調整の豆乳を使いましょうですね。調整豆乳ですと余計な添加物、甘いものね、太る材料がもうたっぷり入ってますから使うのはやめてください。では2つ目の材料はこちら、ターメリックというスパイスになります。食べ物を食べた時に消化吸収できないと体に熱を作り出すことができないわけですね。結果太るわけです。そのためには
腸とか肝臓を元気にしてあげることが最重要課題になってきます。その時に大活躍してくれるのがこのスパイス、ターメリックの効果になります。胃や腸、肝臓などをしっかりと活発に働かせてくれる効果があるのがこのターメリックになるんですね。そして3つ目の食材は生姜になります。これはもう代表的なお体を温めてくれる食材ですよね。特に女性にとって冷えは大敵ですよ。冷えるともういいことないです。代謝も落ちるし消化不良になって末端の毛細血管もね、もう全然隅々まで血行がいかないということは酸素や栄養が届かないわけですから、もうどんどん太っていくわけです。その時に大活躍してくれるのはこの生姜と先ほどお伝えしたターメリック、この2つがもうポッカポカ効果が絶大にアップするわけです。では4つ目の材料はこちら、蜂蜜を使います。ここで決して白砂糖なんか使っちゃダメですよ。白砂糖はもう完全にお体を冷やす栄養がないものです。逆に蜂蜜というのは量さえきちんと守ればカロリーオーバーにもなりませんし、何よりも栄養がたっぷり含まれています。そして腸内環境を整えるオリゴ糖も豊富だったり、脂肪燃焼効果もあったり、もう本当にこれはおすすめの甘味料になります。ただし蜂蜜もできれば国産のオーガニックで変な添加物が入っていないピュアなものを選んでください。ではここから朝一杯飲むと痩せる神ドリンクラテの材料をお伝えします。1杯分です。1つ目は無調整豆乳を 150ml、 2つ目の材料はターメリック小さじ1/2、次におろし生姜小さじ1/4、そして最後に蜂蜜小さじ1/2。ご準備ください。ではここから作り方です。1番、鍋に無調整豆乳とターメリックとおろし生姜を入れて火にかけてよく混ぜます。2つ目です。沸騰したら一旦火を止めましょう。そこから蜂蜜を加えてよくかき混ぜてカップに移したら完成です。そして最後に痩せる飲み方注意点なんですけれども、いくら痩せる神ドリンクラテとはいえども飲みすぎてしまっては NG です。なので朝にカップ1杯飲むだけで十分です。そして必ずホットで飲んでください。ここで決して冷たいまま飲んでしまわないように気をつけましょうね。逆効果です。そして効果を実感されたいのなら、やはりせめて体質改善も含めて 3-4ヶ月は毎日続けていきましょう。さあいかがだったでしょうか。今回は朝一杯飲むだけで痩せる神ドリンクラテご紹介しました。このお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またコメントもいただけますともとっても励みになります。それでは次回の動画でお会いしましょう。